地方 NPB 組 WBC 戦士、燃え尽き症候群を発症してしまう。NPB 組 WBC 戦士野手。主力だった選手ほど不調の模様。投手。佐々木は元気に無双してるな。山本、伊藤、高橋あかんのに。高橋どっちだよこれ。勝敗でなんとなく察して。防御率悪い方がヒロトじゃね。防御率 3.18 がヒロト。ヤクルトが一番影響出てそうや。投打か打低なのに投手もまあまあ打たれとる。岡本そんなあかんことないやん。チームが弱い。チームの順位はあれなのに WBC 組だけ順調な巨人。あそこ老人ホームやし。本当に燃え尽きてるの怪我で続行した源田だろ。西武なぜか強いけど山川源田の穴どうしてるん。山川2世のおかわりくんが見つかった。山本由伸も打たれてるしな。防御率 1.86 で不調扱いされる山本もおかしいよ。山本は WBC 単体というよりこの2年 CS 日本シリーズ五輪と全イベントで合計6600球投げてる後遺症。伊藤はやばい、打たれるのは悔しいけど魂を燃やしきれてないから本当の悔しさじゃないみたいなコメントしてる。完全に燃え尽きてる。かっけえ。今永みたいにゆっくり調整させんのが一番ええんかもな。今永は時間かけて調整したのさすがやな。今永は開幕に間に合わせますって言ったけど番長がゆっくりでいいって言ったんや。今永は球団から休みもらって温泉行ったらしいな。ほとんど出番なかった大城が一番打ってるのくさ。やっぱ WBC はシーズンに悪影響あるんやね。でもあれをシーズン前に経験したらそりゃ燃え尽きるよな。あれを超えるものなんて今シーズンあるわけないし。